どうも、セイラです。いつもコメントやグッドボタンありがとうございます。今回の動画では、人からどう思われているかが気になる理由というテーマで話していこうと思います。あなたは普段、人から嫌われているんじゃないかなとか、ムカつかれているんじゃないだろうか、みたいな不安になることってあるでしょうか僕は結構そういうことがよくあって、まあ、ちょっとけない態度を取られたりすると、まあ、自分って嫌われているのかなとか、陰で悪口を言われてるんじゃないかなっていうふうに、昔は結構不安になっていたんですよね。 でもそんな風に不安っていうものが募っていってしまうとどんどん自分に自信が持てなくなってしまってコミュニケーションの取り方もなんか恐る恐るな感じになってしまったりだとか自分を見てほしいみたいな感じになってしまったり相手にしてほしいっていう風な姿勢になってしまったり余計に人がそっけなくなっていったりするような話し方であったりとか態度っていうものを取ってしまうんですよね。今回の動画では どうして人からどう思われてるのかが気になってしまうのかっていう理由も解説しようとは思っているんですけれどもそれよりもですね後半で話すこの行動だけは絶対にやめてほしいっていうふうに僕が思っているあることを徹底的に意識してほしいなっていうふうに思っているんですよね。なののでこの動画を見て アクションですね。行動っていうものをしっかりと起こしていくっていうところまでやってほしいんですよ。まあ、もちろん、人からどう思われているのか気になる理由だったりだとか、なぜ自分はそういうふうに不安になってしまうのかっていうところもしっかり理解してほしいんですけれども、その後、どういった行動を取るのかっていうのがすごく大事なので、ぜひそこまで意識してみてほしいなと思います。では、まず、どうして人からどう思われているかが気になるのかということについて考えていきましょう。人からどう思われているのかが気になる理由。それは、 自分の方に意識が向く生き方になっているからなんですよね。例えば、過去に友達に傷つけられたとか、親から否定され続けて生きてきたとか、そういう心の傷があると、人は無意識のうちに、同じ状況にならないように自分を守ろうっていうふうに思うんですよね。同じ状況にならないために、自分がまずは認められなければならない。傷つけられる状況が嫌だから、愛されていることを実感したい。 そうやって自分がよく見られたい、よく見られていると確信したいっていう自己愛が増大していくんですよ、で自己愛が増大していくと人は他人への感謝であったりだとかねぎらいですよ、ね、そういったものよりも自分が認めてもらうこと、自分が持っている権利を主張するみたいな方に意識がいってしまうんですよ。 あなたも第三者に対して感じたことがあると思うんですけれども私のことを認めてとか私を愛してっていうようなオーラがプンプンに寄っている人だっていると思うんですけどああいう人って基本的に魅力的ではないなっていうふうに判断するじゃないですかあんまり関わりたいなとは思わないですよねむしろ付き合っているとなんかしんどいなって思うタイプの一人だと思うんですよ愛されるために必死になっているのに愛されなくなってしまうと これが結局のところ私を愛して私を愛してっていう人の末路なんですよ。でなぜかっていうと愛してほしいいっていう欲求を相手に押し付けるっていう行為はいわば相手からエネルギーを奪うっていうことと同じだからなんですね。想像してみてほしいんですけど目の前の人があなたに対して私って可愛いかなとか愛されているかなとか可愛いって言われたんだけどあなたは私のことどう思うみたいな。 ことを言っっててくるとって結構鬱陶しいですよねなんか、褒めてくれとか認めてくれっていうモードを全開で接してきてたら結構30分話しただけでも疲れちゃうじゃないですか。それぐらい自分を認めてもらうとか愛を示してもらうっていう行為は相手のエネルギーを消費してしまうんですね。 しかも大抵エネルギーを奪っちゃう人っていうのは一方的に相手から認められようとしたりだとかこうしてよとかああしてよって自分の欲求をぶつける方向に発してしまうんでエネルギーのキャッチボールっていうものが起こらなくなってしまうんですね僕も昔はよく自分に自信がなくて認めてほしいとか 自分が1人じゃないって思いたいみたいな感じで、ね、居場所が欲しいっていう,ふうに思ってて必死に自分の、ね、居場所確保しに行ってたんですよ、自分はここにいていいんだみたいな場所を必死に求めてたんですよねだからみんなから認められる行動だったりとかみんなの顔色がかかったりとかっていう,うに必死にやってたんですけどそんな時って結局のところねどんだけ人のためみたいな感じで行動してたって自分のために動いているわけなので人のことを思いやるっていうことは全然できないわけですよ。 自分が認めてほしいっていう欲求から動いているときっていうのは自分が認められるために人に対して言いごこないをしているから相手からしたら思いやりって感じられないんですよねだからこういうふうにですね人からの評価を追えば追うほど僕ってみんなからどう思われているんだろうみたいな自分方向への不安っていうものが増えていくんですよ人に対して本気で何かを与えているわけじゃないから自分のことばっかり見ているから結果的に不安になるんですね なぜなら僕は昔ね自分のことしか眼中になかったんですよ自分のことばっかり気にしてるだから人のことを見れない人からもよく見られないそれで余計に自分のことばっかり見るみたいなそういった悪循環がずっと起こってたんですよねしかし今ではですねそういった考え方は一切しないように気をつけてて逆にものすごく大事にしている一つの思考習慣があるんですよで今では 本当にね、これを毎日意識して生きようとしているし YouTube の動画を撮る時だったりだとか、LINE とかメルマガでね、コミュニティメンバーにメッセージを送ったりする時も常にやっていることでもあるんですけどそれが何なのかっていうとみんなのおかげで今日も幸せ。 ですね、これを心の中で唱えるっていうようにしているんですよ別に一字一句全部一緒ってわけじゃないですけどその都度その都度感謝の気持ち感謝の言葉っていうものを述べるようにしているんですね僕たちが不安になったりだとか怖いなって思っていたりだとか心細いなって思っている時っていうのは意識が自分の方に向いていて視野が狭くなっているっていうことがほとんどなんですね今持っているものを忘れてしまって与えてもらっているっていうことを忘れてしまって 手にしていないな一部分ですよね自分が持っていない一つの部分に着目してですねそれを切り取って不満を持っているというような状態なわけですよ。僕はずっとそういう生き方をしてしまっていたから心が全く豊かにならずに人への感謝というものを忘れてしまって不安だらけになって結果、精神が不安定になって人のことを信じられなくなって。 コミュニケーションに悩んでいいくっていう、まあ、そういったもう完全な悪い流れに乗っかっていってったんですよね。で、どんな漫画でもアニメでも実在した偉人でもみんな共通してるのは持っているものですね。これに感謝しているっていうことなんですよ。仲間に感謝、師匠に感謝、応援してくれる人に感謝。そうやって自分以外の誰かのおかげ。 持っっててていいいるもののおかげっていう風に考えていたんですよね僕もそうで YouTube をアップできるのはやっぱり見てくれる人たちのおかげだし YouTube っていうものが存在しているおかげですよね僕がコミュニティを運営できるのはメンバー一人一人が協力してくれてるんですよ本当にみんなのメールのおかげで僕ってメールをかけているんですよねみんなが返信を送ってくれるからメールをかける LINE で返信を送ってきてくれるからコンテンツを作れるみたいなそうやってみんなのおかげで成り立ってるんですよ何一つ僕だけでできているものってないんですよね うん、だからこのようにしてですね自分が持っているものですね普段の出来事とかそういったものに対して感謝の気持ちっていうものを持つようにしていると人からどう見られるかっていうふうにそういった方向に意識が向かなくなるんですよむしろ人のことをポジティブに見れるようにすらなってくるんですねなぜなら人のことを見れるからです人に思いやりを持とうとしているからですね人のいいところを探そうとしているからですそうやってたらどん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 ,どん自分の心っていうものが温かくなって広くなっていって そそしててててのぬくくもりがが相手に伝わってっっていうことが起こと起るわけです人からどう思われるかって自分の方に意識を向けるよりもみんなのおかげありがとうっていう,ふうに思えるようにね毎日感謝を見つけられる自分でいるっていうのがすごく大事ですねでちなみに今回話したようにですね人から愛された偉人であったりだとか応援者、ファンが続々と現れるアニメキャラクターには実は心理的な特徴と共通点っていうものがあるんですよ。で それって実はとある3つの要素を理解していないと自分の私生活に落とし込むことって難しいんですね、うん、ああいう特徴はあるけれどもでも自分では実践できないなってそういう時っていうのは3つの要素を無視してしまっているから無理やりその特徴だけを自分に当てはめようとして無理になっちゃってるんですよだからまずはしっかりとそれを日常に生かすために自分に置き換えて取り入れていくための重要な3つのポイントっていうものがあるのでそちらを学んでほしいなっていうふうに思っているんですね 僕の LINE コラムでは世の中に溢れるテクニックであったりだとか、まあ、愛される人の特徴ですよね。こういったものをどのように日常に落とし込んでいけばコミュニケーション能力が爆上がりするのかっていうことを話した伝書籍を配布させていただいてるんですよ。でこちら、LINE コラム参加ですぐに受け取れるようになっていますので、興味があればぜひ動画説明欄から参加して受け取ってみてほしいなと思います。ということで、今回の動画では人からどう思われているかが気になる理由というテーマで解説させていただきました。人からどう思われているかを気にしている人は自分の過去の傷が原因 原因で自分を守ろうと無意識の心理が働いた結果他人よりも自分のことを見てしまう傾向が強くなってしまった人でありその視点を徐々に自分が認められることから他人や今の境遇持っているものに感謝するっていう視点に切り替えていくとどんどん自分の心の状態が変わって自然と周りの反応も変わってくるよっていう話をさせていただきましたね。 自分の中で今すぐに始められることを話したつもりなのでぜひ毎日、ね、日常に取り入れて参考にしてやっていってもらえたらなというふうに思います。ってことで今回の動画はこれで最後になるんですけれどもこのチャンネルでは自然体で愛される人になっていくために自分の心にあるメッキを剥がしていく方法というのを解説しています。 人はこれまでの人生の中で偏った考え方であったりだとか、思考の癖であったりだとか、本来の自分とはかけ離れた理想の自分像というものを知らぬ間に作り上げてしまっているんですねでそういった心のメッキが悩みや問題マイナスな感情や物事がうまくいかない原因というものを作ってしまう元となっているわけなんですよ なので、まずはその心のメッキを剥がしていって自分の心をクリアにしていくということがすごく大事でこれだけで世界の見え方がガラッと変わってどんどん心が明るくなっていくんですね僕の理想はそうやって心が明るくなった人たちが自然体で周りから愛されながら関わる人たちのことも笑顔にし上げられるようなそんな世界を作ることで世の中から無駄な批判であったりだとか暴言とかそういう人から奪ってしまうような存在ですよね こちららをででききるる限り減らしていきたいなっていいいいたなうに思っているんですよ。一人一人が関わる人を笑顔にしていける傷つけるんじゃなくて笑顔にしていける温かい気持ちにしてあげられる、えー、そういった流れが今よりもちょっとでも大きくなっていけば心ない言葉に傷つく人を減らせるわけですよ人を恨んだりなんかこうバーンって殴っちゃったりとかねそういったことをしてしまう人を減らしていけるんですよね、うん、なので僕はこれからも動画をアップして多くの人の心の滅キを剥がしていきたいなっていうふうに思っているんですよ もし、僕のね、思いに共感したとか、一緒にそんな世界を作りたいなっていうふうに思っていただけるのであれば、ぜひですね、チャンネル登録をして、えー、僕たちの仲間に加わっていただきたいなっていうふうに思っていますので、えー、ぜひともよろしくお願いいたします。では、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。セラでした。ありがとうございました。